電動キックボード、安全に道を走るためのルールを警察が説明。電動キックボードは電気モーターで走る乗り物で、タイヤがついた板に人が立って乗ります。最近電動キックボードで道を走る若い人が増えています。事故も増えていて、東京都では今年1月から8月までに39件の事故がありました。東京都渋谷区で28日、警官10人ぐらいが電動キックボードに乗っている人に安全に走るためのルールを説明しました。日本の法律では、電動キックボードで道を走るときは運転免許が必要です。ナンバープレートや後ろが安全かどうか見るミラーなども必要です。28日はナンバープレートをつけないで走っている人などがいました。警察はルールをよく知らない人がたくさんいます。ルールをしっかり説明して事故がないようにしたいですと話しています。はい、このニュースびっくりしました。びっくりしませんでしたか？何にびっくりしたか読みましょう。電動キックボード、安全に道を走るためのルールを警察が説明。電動って何？はい、電動って電気で動くことです。電気で動くことを電動というんですね。うん、だからキックボードっていうと、こうやってキックするやつでしょ。こうやってね、こうやって乗ってキックキック、はい。でそれは電気で動くものもあれば、電気じゃなくて足で蹴るものもありますよね。はい、だからキックボードっていうのがあって、電気で動くか動かないかを分ける言葉が電動なんですね。はい、他にどんなものがありますか。簡単にいきましょう。キックボードの他に歯ブラシ、電動歯ブラシね。はい、他は、ある？なんか思いついたらコメントしてくださいよ。なんだろう、電動ミキサーは電動だし、電動、電気で動くものを探したんだけど、見つからない。歯ブラシしか見つからない。はい、次行こう。時間がないからね。はい、安全に道を走るためのルールを警察が説明したよという、はい、警察が説明したという話ですよね。警察って何でしたか？ポリスですね。はい、日本のポリスの名前は警察ですよ。説明するっていうのは詳しく話すことです。詳しく、こうだよこうだよこうだよ、詳しく言ってくれます。詳しいっていうのは細かいってことです。たくさん情報を言います。説明するね。はい、ルールはそのまま英語から来てますね。ルール、はい、走るためのルールとかね、あとは JLPT を受けるためのルールとかね、あとはそうだな、フォローしてくれてありがとう。本当はい、そんな感じですね。で、安全に、これはなアジェクティブですよね。安全な、はい、安全な、どうやって使いますか。はい、よく言うのはね、よく日本人が言うのはね、日本は安全な国だ。本当かな。
はい、日本は安全な国な、うん、カリフォルニアより安全だな、うん、あとは安全な自動車、うんね、とか言いますね。はい、次どんどん行こう。電動キックボードは電気モーターで走る乗り物で、タイヤがついた板に人が立って乗ります。はい、2つの文章がくっついてます。手フォームでくっついてますね。前半、電動キックボードは何々です。はい、X は Y です。はい、電動キックボードは乗り物です。はい、乗り物と言います。はい、いいですか、これよく使う言葉ですよ。乗り物、食べ物、飲み物、はい、読み物、はい、動詞のね、いの音に物をつけたら何でも名詞になります。乗るものね、乗り物、食べるもの、食べ物、飲むものは飲み物。はい、簡単ですね、素晴らしい。うん、電動キックボードは乗り物なんですよ。乗るから、はい、乗るものだからね。で、どんな乗り物ですか？うん、電気モーターで走る乗り物なんだよ。はい、電気。さっき言いましたね、電気で動くんですね。はい、もう一つの条件はね、条件、コンディション。はい、タイヤがついた板に人が立って乗る。あー、なるほど。はい、板があってそこにタイヤがついてて、そこに立って乗るんだね。タイヤがついた板に人が立って乗ります。はい、最近、はい、これよく使います。私は最近、アドバーブですけど、最近、 lately とかね、そうだな、いつのことを言うかな、今月のこととか、1週間前のこと、2週間前のこと、3週間前のことも全部最近かな。最近、うん、はい、最近ね、電動キックボードで道を走る若い人が増えています。はい、電動キックボードの動詞はね、走るなんですね。走る、電気モーターで走る、キックボードで走る、はい、道を走る、あとは運転するもいいですね。運転するもできます。はい、で、人が増えてるっていう話です。若い人が増えてる、どんな人？うん、キックボードで道を走る人ですね。はい、増えるのテイルフォーム、どうして？今始まってるからですね。もう増え始めてますから、増えていますんですよ。はい、で、その次が、走る人が増えると事故も増える。はい、事故も増えてます。人が増えるプラス事故も、はい、アディショナルですね。だからもパーティクルですね。東京都では今年1月から8月までに39件の事故がありました。はい、これは事故があった、はい、X がありますという文ですね。事故があった、どんな事故？39件の事故、はい、数ですね、数は前につけます。39件の事故、うん、があった、はい、数ですから、期間、いつからいつが必要ですね。それは今年1月から8月までですね。期間なので2パーティクル、今年1月から8月までにとあります。はい、しかも数ですから場所も必要ですよ。場所は東京都で、はい、今日のトピックです。東京都だから、はパーティクルを使います。東京都では今年1月から8月までに39件の事故がありました。次、はい、東京都渋谷区で28日、警官10人ぐらいが電動キックボードに乗っている人に安全に走るためのルールを説明しました。長い。はい、サブジェクトはどこ？警官10人ぐらいです。はい、これ警官
はい、警官っていうのは警察の人ですね。うん、なるほどなるほど。警察というのがポリスですね。警官はポリスメンですね。うん、警官と言います。官を使うのはね、あのオフィサーによくあるんですよね。例えばね、自衛隊、自衛官とかね。はい、官は人の意味があります。仕事をしている人の意味ね。で、警官10人ぐらい。今度は数字が後ろに来ましたよ。後ろでもいいんです。後ろの時は事故39件がありました。のがいらない。警官10人ぐらいが説明しました。はい、前の時は10人ぐらいの警官が、のがいります。39件の事故、10人ぐらいの警官。はい、説明したんですね。何を、はい、もちろん何かオブジェクトを説明します。ルールです。ルールを説明しました。どんな、うん、安全に走るためのルールです。はい、で、説明するっていうのは誰かに話すでしょ。みんなに説明する。みんなに文法を説明する。はい、人、ディレクションがいります。これをにパーティコーで説明します。そして何、オブジェクトはをパーティコーで説明します。つまり電動キックボードに乗ってる人に、はい、安全に走るためのルールを、はい、説明しました。日本の法律では、うん、はい、法律っていう言葉が出てきましたね。法律、はい、ルールも法律の中にあります。でも 法律っていうともっと硬くて、ローですよね。法律、ルールっていうともっと学校のルールとかね、例えばうちのルールとかね、そんな風にも使うことができます。法律は、うちの法律っていうとちょっとすごいフォーマルですね。はい、法律ではね、電動キックボードで道を走るときは運転免許が必要です。なんだと免許が必要。はい、日本の法律では免許が必要です。サブジェクト誰、はい、これはね、みんなです。みんな免許が必要です。 Everybody、 はい、とかね、 We need ってことですね。はい、私たちは免許が必要です。免許が何か重要ですよ。はい、見て、ある事柄について役所などが許しを与えること。はい、許してもらう、いいですよ。何ですか、パーミッションですね。はい、免許が必要なんですよ。はい、今日はこの言葉覚えてくださいよ。免許はい、いいですね。今日の、あのクイズは免許にしましょうね。免許を使って皆さん、私に質問を作ってくださいね。免許、はい、ライセンスです。はい、ライセンスって言ったんか分かんない。いや。でね、免許がなんと必要なんですよ。走るときは、はい。走る人は免許が必要。それから、他にもあるよ。ナンバープレートや、後ろが安全かどうか見るミラーなども必要です。最初に免許が必要と言いました。まだ必要なものがあるので、次はもパーティコーですね。ナンバープレートやミラーも必要、うん、はい、28日ナンバープレートをつけないで走っている人などがいました。はい、これは人がいたという文章ですね。どんな人か、走ってる人、つまりこの電動キックボードで走ってる人でも、何かをつけないで、はい、何々ないで、何かをない状態なんです。はい、つけないプラス走る、はい、つけて走るだとテフォームですね。でもつけないで走る、定型にするときはでになりますね。ないで走る。はい、人がいましたよ。最後、警察はルールをよく知らない人がたくさんいます。ルールをしっかり説明して事故がないようにしたいですと話していました。はい、警察はこれからね、説明したいと言ってます。事故がないようにしたいと言ってます。というわけで、今日の記事は電動キックボード安全に
道を走るためのルールを警察が説明を読みまし